2228倍になったらしいです。とんでもないことになってる。ちょっと暑すぎて歩いてる人そんないないんですよ。うわ、混んでんじゃん。ほら、さあ、いろんな国の人いますね。まあ、どの季節来てもね、バリ島は楽しいですよ。いや、みんなニコニコしてていいですね。ガモエスプレッソバーにも書いてありました。今日もいい天気だな。南の島からこんにちは、バリトルコの味方堀です。今回はバリ島は今2022年12月度版をお届けしようと思います。この動画はそろそろ海外旅行しようかなという方がざっくりバリ島の現状が分かるような動画となっておりまして、バリ島旅行に関するデータやニュース、実際のバリ島の様子などを一本の動画にまとめようと思っております。ぜひ皆さんのバリ島旅行にお役立てください。それではバリ島旅行の味方スタート。まずはデータやニュースとのお話から。みんなが見たいのはバリ島の街の様子というのは分かってるんですが、本気でバリ島旅行を考えている人が最近かなり増えているので、サクッと情報だけシェアをさせてください。すでにバリ島は国際観光が再開しておりまして、連日海外からかなりの観光客が来ております。2回以上ワクチン接種をしていれば隔離もないですし、 PCR 検査もありません。一応ね、アプリだけ、プドゥリリンドゥンギというものがありますので、これだけ登録してきてねという現状です。ビザについては VOA と呼ばれる特別到着ビザが発給されており、バリ島に着いてから空港のカウンターで5000円程度で買って、それを使って入国するというような流れとなっております。ただまあ、コロナ以前はビザ が免除されていたっていうこともありますので、今5000円かかって30日間滞在可能なビザを買って入るみたいなような感じなので、なんかいつもより長くいた方がお得なような感じはしますよね。あとワクチン未接種の人はどうなんですか、入れないんですか、まだいけないんですかという質問がたくさん来るんですけれども、これについてお答えすると、ワクチン打てないよというアレルギー証明の紙があれば隔離も PCR もなしで普通に入ってこれるとのことです。実際に僕の知り合いでもすでにワクチン打ってないけどバリ島に2回3回来たよという方がすでにいらっしゃるというような感じですね。ただ日本に入るときに PCR 検査が必要で、大体どこの病院でもまあ3000円程度で、3000円から4000円程度で受けて、その証明書をねもらうことができます。1年前の今頃とは違い、旅行会社も飛行機とホテルがセットになったパッケージツアーというものをね各社出しておりまして、お値段はちょっと見るね、お値段は羽田発のマレーシア経由便の5日間は昔ながらのホテルで86,800円というのがあったので、まあ値段も徐々に落ち着いてきたかなというような感じです。あとニュースで言えば、明らかに海外からの観光客というのが増えましたので、外国人絡みのニュースが増えています。例えば、ジョコ・ウィドード大統領を中傷する YouTube 動画でバリ島で、男性が逮捕されましたっていうのとか、イギリス人がチャングでカスタムバイクを盗み捕まるとか、ヌサペニダで男性が落下したけど生き延びたとか、クタで、ハラールハンバーガーを販売するイギリス人が捕まりましたとか、チャングで、イギリス人が両替所で騙されましたとか、ペルー人のモデルがウブドの猿に服脱がされそうになった動画がバズるとか、なんかそんなのがねたくさんニュースになっております。あとね、特筆すべきはですね、バリは観光客の回復のおかげで急成長を遂げた中央統計局というニュースがあったので触れておきますと、バリ島の経済回復は順調に進んでいるとのことです。2022年の第3四半期に86万54回の国際線出発を記録したとのことです。これは同時期に記録されたわずか386回の出発を大幅に上回っています。国内線は104万96755回の出発を記録したらしいです。100万回飛行機が行ったり来たり、されているというような感じですね。86万回と104万回すごいんだよ。まとめると、去年の第3四半期に比べて国内線は4倍になって、国際線は、2228倍になったらしいですとんでもないことになっている。それが今のバリ島でございます。もともとね少なかったっていうのはあるんですけれども、まあそんな感じなんで、バリ島はほぼ完全に戻りました。まあ、正直バリ島も結構前から通常運転をしておりまして、海外からの観光客バンバン来て、道とかめっちゃ混んでるんで、あれこの動画って必要なのかな、バリ島は今って毎月出しけど必要なのかなと思ったんですけれども、この間先日日本に帰った時にまだちょっとね、そのコロナムードみたいなのがありましたので、あーちょっと気になる人もいるかなと思って作った次第でございます。ね、結構違います、日本とバリのムードは、うん、さあじゃあここからはですね、バリ島の実際の街の様子見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。とりあえずバイクでうろうろしようと思います。レッツゴー。はーい、ここはですね、まあ、クタっちゃクタですね、目の前サンセットロードという道路が走っております。すごい車がバンバンねえ、バンバン行ってるよね。いやほんとマジめちゃくちゃムシムシしててどうしようかなっていう感じですが、頑張って街中行きます。
ちょっと待ってくださいね。ヘンリーさんの電話が終わったら行きますんで、よろしくお願いします。さあ、街中編ということで実際にバリ島のね様子をお届けしようと思います。私ただいまバリ島はクタエリア、デウィスリ通りというローカル飲食店などが多いエリアを走っておりますが、安全運転でやってきますのでよろしくお願いします。あ、これね、あのあれよ、ルークスチューダーっていうね、サーフボードのねお店でございます。そんなねサーフィン系の動画もアップしておりますのでよろしくお願いします。私サーフィンしない、バリ島にサーファーさんが来るならここは行った方がいいよみたいなお店を6個ね並べさせていただいております。とにかく暑いね今ねもうちょっと先まで行ってクタレギャンあたりを今日はうろうろとできればなと思っております。よろしくお願いします。いやー、最近はもう12月ですね。12月ということで、雨季真っ只中ということで、まあこれで雨季なんですよ。このめちゃくちゃ晴れてるんだけれども風がね、こうバイクで走ってると若干のこの圧というか、うん、湿気の感じがねこうあるんですよ。わかります？外に行くと自然と汗が出てくるようなそんな感じの季節となっております。だから雨がビャーって降るというよりは、なんかちょっとムシムシしている、どこかで雨降ってんかなっていうような感じでございます。まああとは降るとしたら朝とか夜中とか、まあ夕方とかかな。あとは山の方とかね行くと降ったりしますんで、まあどの季節来てもねバリ島は楽しいですよ。いろんな過ごし方が、雨季は雨季でほらフルーツがねめちゃくちゃ美味しい時期でございますんで、甘いんですよ。違うんですよ、寒気のフルーツと雨季のフルーツは。僕ですらわかるぐらい雨季の方が美味しいなっていう感じですね。レギャン通り行ってみましょうか。はい、1ヶ月、いやー下手したら2ヶ月ぶりぐらいかもしれないですね、この辺りね。レギャンエリアはですね、バリ島の中のまあ夜の繁華街、ナイトクラブ、レストランなんかが多いエリアとなっておりまして、昔からだね、昔からの通りっていう感じですかね。ほら右手にすごい、これ乗り合いバス的なやつですね。ベモと呼ばれる乗り合いバスでございます。さて、混んでいる？混んでいる？混んでるね、これね。ここからずっとレギャン通り。嘘？そんなに？ここからこんな渋滞なのかな？レギャン通り通りながらですね、皆さんにも一緒に見ていただきたいのは、どのぐらいね観光客の人来てるんですかっていうポイント、どのぐらいお店が開いてるんですかみたいなところもね一緒に見ていければなと思っておりますが、もう 100% ぐらいで開いてんじゃないかね。まああと開いてないとしたら、そのコロナの時期にテナントで抜けて、新しいとこがまだ入ってないよっていうようなとこぐらいだと思うんですよね。右手コンビニタトゥー屋さんがありまして、正面にはバリメイドインバリっていう 100% コットンの洋服のお店ですね。それは混んでんじゃん、ほらもうああそう、ずっと先までこれ混んでるわ。どうするどうしよう、なーにこれ、どうする、まあいっか、行こう、頑張って行こうっていうぐらいバリ島は混んでます。で、あのね、日本帰ってやっぱりこうあーそうだよねって思ったのは、もうマスクを久しぶりに日本ってつけたわけですよ。ご覧の通りバリでね、こう観光地でマスクしてる人ってまあいない。そうで、別にしなくてもいいし、まあバイクに乗る、ずっと乗ってる人とかはねしたりしますが、歩いててマスクしてる人はなかなかいないんで、日本帰った時にすごい耳痛かった久しぶりにマスクしたっていうような感じではありましたね。あ、混んでるね。さあ、いろんな国の人いますね。あ、なんか全然なんか欧米系の人でもこの辺は昔ながらな感じがあるんで、結構ご年配の方が多いような印象ですね。ホテルなんかもたくさんあります、この辺。タトゥー屋さん、ジェラート屋さん、洋服屋さん、はい、ザ・ワン・レギャン、うん、ここも3000ぐらいのホテルだったと思いますが、今値段上がってんのかね、もしかしたらね。コンビニ、アルファマート、まあこの辺お酒はとにかくたくさんどこでも飲めるっていうような感じの街ですわ。うん、
一昔前なのかな、今もなのか分かんないですけど、バリ島の中で危ないっちゃこの通りかなって思ってますけどね。なんかスリとかひったくりとかさ、さあこの辺が一応中心地的な感じではあるんですが、いろんな国の人いますね、4人。この辺はね、夜がやっぱメインになる場所ではあるんでね。さあ左側カミングスーンだって、なんかできるんだって。あとはスカイガーデンのとこもなんか工事してんのかな、まだなのかな。あー、なんか工事はしてそうな感じしますね。はい、右側もなんかドンちゃんジャスティンビーバーがかかってますが、うん、で左側アパッチレゲエバー、あーなんかディスコ、パディーズパブ、エスプレッソバー、ああなんか定番の夜すごい栄えてますよねみたいなとこですね。なくてですね、非常に大きな音が流れております。ずんちゃずんちゃ音がひたすら左右からしておりますね。左側も有名なところですね、ボウンティディスコティック。ここも昔から有名なところです。いや、みんなニコニコしてていいですね。はい、左側パディーズパブ、これもございます。ああ、うるさい。右側もエスプレッソバーリボーンって書いてあります。生バンドが見れるみたいな感じのとこですかね、コーヒー&ビストロ。ここは誰も入ってません。ここがいいです、私。ここにも中にはクラブがあると聞いたことがあります。ここの店お客さんいっぱい入ってますね、店名が分かりません。 AMV シューティングですかね、なんか歌ってる人がいます。もう今ヘルメットの中は額を汗が伝っております。日本は寒いみたいですね。なんかちょっと雪が降っただとか、たまにその日本の気温とかを見るんですけど、生きている生きているみんなっていう気持ちにはなりますね。ここ右曲がります。デモコーナーと呼ばれる交差点でございます。さあここからですね、パンタイクタ通りという通りに入っていきます。左側にヤングスパあったんですが、これは、オーバーコントラなんでブレたらしい。右側マデスワルン、昔ながらのワルン。まあマデスワルンはワルンなのかっていう問題はありますが、レストランですね。あそこは本当にいいと思います。何周かしてやっぱマデスワルンいいよねってなってますね。これでいいんだよっていうのがいっぱいあります。うん、相馬マッサージ&スパ、こちらも人気のスパですね。どうだろう、あの二人は日本人っぽいけれども、日本人だね。で欧米系のご夫婦の方もいらっしゃったり、この人たちも日本人だね。あら、あの人たちも日本人っぽいな。いや、韓国の方かな、わかんないですね。これはもう本当にバリ島の観光地のメインのところですね。こんなような、今雰囲気です。ちょっと暑すぎて歩いてる人そんないないのかな。本当暑い。皆さんバリ来た時は水分補給だけ本当に気をつけてくださいね。わあ、なんかさ、こういうさ、なんだろう、昔ながら系のさ、ナイキの偽物とか売ってるお店あるじゃん。こういうのってさ、すぐなくなるっしょと思ってたの。なくなんないのね。どういうビジネスモデルなんだろうね。ここ左曲がっちゃいますね、たまには。いつもこっち行くんですけれども、曲がっちゃうわ。あっち、クタ、何？パンタイクタ、クタビーチです。これ曲がるとですね、ここがクタスクエアと呼ばれるところとなっております。まあ、ここはこんな感じ。クタスクエア、どうだろう。雰囲気はね、全盛期。まあ、だから高いのよ、クタスクエアの。今、シャッター閉まってるところでさ、張り紙貼ってあんじゃん、いっぱい。高いんだよ。コロナ前すごいやっぱ人いたエリアなんで、そのままの値段なんだよね。で、今そのままの値段だったら、じゃあ違うエリア、スミニャックとかで同じような感じで借りれるし、みたいな感じになっちゃってね、高いんだよね、結構ね。それでもこういう感じで歩いてる方もいっぱいいますね。アメリカの方も観光の方ですね。うん。よし。さあ。ラマヤナホテル左側を通り過ぎまして、この辺はクタの町、空港からまっすぐ行った通りですね。右側にクタパラディソホテルありますね。ここも便利ですね。
大きいし便利ですし昔からあるホテルですね。この通りをですねカルティカプラザ通りと言います。なんかさ、あと観光で来るとさ、やっぱめちゃくちゃ歩くじゃないですか。僕この通り今思えばわけわかんないぐらい歩いたなと思いますもん。観光で初めて来た、なんでタクシー使うのっていうぐらいね。そう、でもそういうもんなんですよね。歩きたいし、なんかいいよ全然歩ける歩けるみたいな感じでね思ったりするんですよね。左側ウォーターボムというですねアジア最大級のプールございます。これ一日遊べるんだよ。5000円ぐらいかかるけど一日中遊べるという。右側ソゴーが入っているディスカバリーショッピングモール、これはまあ用事はない。ここにはもう、まあ、この近くに泊まってるのであれば来てもいいかな。ちょっとまあ行ってみて、ああなんかそんな用事ないねって言って出てくる感じですね。あーあとトイレ綺麗、はいトイレ綺麗。さあさあさあぼちぼちにしておきましょうかね。ということで、今回の動画は以上で終わりでございます。皆さんありがとうございました。まあ今のバリ島はねこんな感じでございます。まあご覧の通り観光客ほぼほぼ戻ってきてます。もうほぼ戻ったと言ってもいいでしょう。日本とまた全然違う雰囲気で時間が流れておりまして、暑いしねそもそもね。年末年始に僕の友達結構数十人単位でなんかいろんな連絡が来ておりますので、忙しくなりそうだなと思いつつ今年も楽しく終われればいいなと思っております。あー今日もいい天気だな。ということで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。最後となりましたがぜひグッドボタンチャンネル登録のほどお忘れなくよろしくお願いいたします。あ最後にほらあれだけ見とこう。110両替110です。1円で110ルピアです。あの数値が高ければ高いほど円両替した時にお得になるよっていうような話でございます。あとですねこのチャンネルの他にですねライブ配信用のチャンネル毎週火曜日と木曜日ライブ配信やっております。それと毎日夜8時に更新します切り抜きチャンネルもございますのでよかったらそちらも合わせてチャンネル登録をしてもらえたら嬉しく思います。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。みんながバリ島に来るのを待ってます。バリ島旅行の味方堀でした。バイバーイ。ここさずっとあんじゃん。何って見えんだよね僕だけかな。何って全部何って見える。昔そこに住んでたバイバーイ。